ってんねん。ナポレオンビーフ、ビーフの食べ方といいますと、喉の奥に咽頭歯という顎を持っています。また喉に歯があるんですよ、別の歯が。この歯を使って今食べていますね。それでオスかメスか見分けることができました。来ましたね。